皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大司です実は海外は17カ国行ってます海外の大学もいっぱい見てきたんですがなかなか話す機会がありません今日のテーマは台湾留学です結構最近台湾留学が流行ってきてるのかなと思って 東京だと法政大学の中に台湾の私立大学炭鉱大学の事務所があって台湾留学全般の斡旋をしてくれたりネット上でも台湾留学の広告を見ることが多くなってきました私台湾の大学もいくつも取材してきましたしあとは台湾の留学を扱う台湾の政府の事務所の方とも話をしましたのであくまでも私の印象なんですが台湾留学は割とおす,すめですまず台湾のいいところ。生活水準や 生活の、まあ、環境が日本とほととんんど変わりません日本とすごく生活環境が違う国例えばアメリカだってそういうとこあると思って大変なんですが台湾は大体日本と同じ暮らしができますそして台湾の大学は英語と中国語両方マスターできますで中国語も大学教育ではそのいわゆる北京語中国の標準的な 非常にその応用が利く中国語中国語当然日本以上に方言がいっぱいあって実は台湾は台湾語中国語とまあ違う方言の言葉が地元の人が使ってますが大学教育は北京語なんでそのいわゆる中国に留学するのと全然変わらないレベルで北京語語と英語がマスターできるそれから日本人は外国人留学生の枠で受験できますので 正直現時点では台湾では名門大学入るのであっても入試が難しくありませんこれはとても得ですそして学費が安い日本と同じかそれより少し安いぐらいで台湾の大学で勉強ができる豊かな先進国ですから生活水準は全然変わりませんもちろん海外ですから治安には気をつけてください ととということで僕自身はは台湾留学はとても良いいと思いますもちろん最後に決めるのはあなたですから他の国も含め海外進学を考えている人また日本国内の大学で勉強したいという人台湾もあるぞとあの台湾しか駄目だというつもりはなくてそういう選択肢もあるよと最後の責任は 選んだあなたにありますのであの何か言ってみて面白くなかったって僕に言われても困りますからしっかり自分で調べてくださいということで台湾留学どうですか私の意見としては行きたい方はいいんじゃないかなっていう感じですねありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します